あなたにとって千葉の海とは？私を育ててくれた母親のようなものです。千葉市セーリング協会の理事長をしております根津と申します。この稲毛のヨットハーバーを中心に主に普及活動、ヨットを広く皆さんに知っていただこうということを目的に、いろんなレースだとか、あと体験だとか、ヨット教室だとか、そういう活動をここでやってるんだよということを PR をさせていただいてます。都心からも近い千葉市は海遊びを楽しむ人が集いやすく、休日にはたくさんのヨットやボートが海に浮かんでいます。しかしこのにぎわいを見せる海でも最近では足を運ぶ人が減ってきているそうです。海水浴とかされる、いや子どもさんが、若い方が海にいらっしゃらなくなったと、全然人が、全然というか少ない。で近くにプールがあって、プールにはたくさん人がいるんですけど、みんな海に来ないんですね。海水浴にも行かないし、ですからもうそういう方たちが海に来ないとどんどん海が寂しくなってしまうんじゃないかなと、非常にそれは危機感を感じています。そんな海離れを解消すべく、海岸のゴミ拾いを行ったり、親子で参加できるヨット体験会を開催するなど、海の魅力を知ってもらう、そして海の環境を守る活動を進めています。海は、なってますよね、母なる海と言いましょうか。見渡す限りの水平線を見るとですね、気持ちがスカッとすると思うんですね。ぜひ海に来ていただいて、海を感じてもらいたいです。スポーツを通じて海を体験することによって、もっともっと魅力があることが分かっていただけるんじゃないかというふうに思ってます。どんなことでもいいので海に関心を持っていただきたい、ぜひとも海にいらしていただきたいと思います。海と日本。